はい、ということで今日もレジェパークマイロボールでいきますよ。もうこれ本当にあとちょっとになってきました。今日やってあとちょっと今日のもこれがいいんすよ。これが何なんすかね。E7Am3 小節のとこなんですけど、こんな感じ。待ってね、ワン、ツー、スリー。あ、なんか E7 入って、ワン、ツー、スリー、フォー、タン、タン。感じなんですけど、ちょっとんでこれがまあこれを使うシチュエーション丸ごとはないんで、で E7 のこっから伸びてて、ダダララっていくんですけど、これももう僕これ Am にしちゃいました。勝手に Am にしてワンツースリーで入ってもいいかなと思って、なんだったらこっから入ろうかなと思って、ワン、ツー、デレデレで Am の 5度からね、5度から Am の5度から入って、ワン、ツー、デレ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 、ずっと半音で、ここがポイントなんですよ。でデレデレデレ、これがディミニッシュみたいになってるんですよ。でセブンスに行くんですけど、だからメジャーセブン、フラットシックス、いわゆるエオリアのフラットシックスと、あ、イレブンスでセブンスに向かっていくとこがあるんですよ。ここがうわーってなって、なんでこれ、なんだったらこれもなくてもいいんで、もうこっからまとめて覚えたらかなりいいんじゃないですか。 Am のフラット3からこの塊、この塊が重要です。うわ、かっこいい。ということで、でまあ次はってなってるんですけど、まあここは5度から始まる。なんでもいいかなみたいな。なんで使いやすくした部分はこういう感じ。ワン、ツー、デレデレデレ。ワン、ツー、デレデレデレ。次の小節いきます。ワン、ツーか、もうこれを頭にして、ワン、ツー、スリー、フォー、これねみたいな、ここから5から始まるフレーズを続ければ、あ、違う、ちょっと譜面にその最初の元のやつと使いやすくしたやつを書いたんで、ご覧ください。はい、お帰りなさい。ということでしたが、まあなんだこれ、例えば Cm でミスター・ピースだったら、ワン、ツー、スリー、フォーみたいな、ワン、ツー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 、あ、忘れたよ、もういいですね。最近覚えたあれいけますね。これ D を使うやつ、裏ほら、これ最近覚えたやつ、
つですよ。で、今日のと前のごちゃ混ぜにしてみました。ジャズって楽しいですね。じゃあ、それでは皆さん、チャンネル登録よろしく。さよなら。